機械化専門医の平松です。今日は助手のレベルについてお話ししようと思います。最初はただ手術に慣れるだけです。顕微鏡を見ながらの作業もできなくて、モニターを見たり直接患者さんの目を見ながら水をかけていく、で、まあ、なんとか吸うというような作業をするのが最初です。慣れてくると顕微鏡が使えるようになって、顕微鏡下に水をかけたり吸うようになってきます。そして顕微鏡下に作業が行えるようになってきたら、次にタイミングを見ながら水をかけたり吸ったりして、術者のなるべく邪魔にならないようにすることができるようになります。最後に術者が何を考えていて今何が起きているかが分かるようになります。そうすると本来の流れ以外の流れ、要は何か起きた時に対応できるようになる、これが最終段階になると思います。で、助手をする場合、最初どうしよう不安になると思います。最初からあなたが完全にできるとは思っていません。患者さんに害がない範囲であれば特に問題がないので、その点は心配せずに助手の作業に当たってください。で、あなたのレベルが上がってくると手術時間も短くなる、そして手術の侵襲も少なくなります。術者のストレスも減りますし、機械出しの人も簡単に作業ができるようになります。つまりあなたの出来不出来でかなりこう手術全体の流れが変わってきます。それはすごく責任があって嫌だと思うかもしれないですけども、責任があるからこそやりがいがある部分でもあるので、頑張っていきましょう。